続けて今作からの新モードミッションモードを体験。これはあの本編のストーリーとは全く別で、はい、7分から10分ぐらいで一つのミッションを遊ぶんですよ。でだんだん上手になるとスコアがどんどん上がっていくという。限られたプレイ時間で得点となるフルーツなどを集めます。ピクミンたちに段取りよく仕事をさせることが高得点へのポイント。チャッピー出てきましたけど、はい、チャッピー出ましたね、はい、これ直接ぶつけるとチビは一発で、あ、そうでしたね、プレイの邪魔をする原生生物も出現。あ、どうしました、まずですね、あかん、まずですか、まあ一回ちょっと一回引きますか、引きます返すか、あーなんか来ましたね、その奥にまだいる、これがね紫ピクミン来たじゃないですか、これが岩なんですよ、あ、これ岩ですか、ね、ちょっと奥の茂みにいるので、はい、まあ、それをダメですか、ダメですか、すいません、それみんな読んでこれは無理ですか、こいつをやっつけましょう、うん、これをやっつけるとちょっと展開が、あし、これであの捕まってたのが全部赤いところで、ね、これでちょっと楽、死んだわけではないんですね。そしてさらに、でこれチャッピーなんですけど、寝てるので今のうちにあの目とかバンバン狙う、本当はそこなんですよ、でもこれが意外と下手くそで、これね目を狙うとかお尻を割と狙いやすくなってるの前より、あ、ほんまや、あ、ほんまや、ほんまや、でそれでやりました、はい、これで、あ、もう勝手に持って帰、はい、持って帰ってくれますか、で時間が6秒5秒に これでこれで7分、あ、かなり行きましたよ、7分で、せけど、ああこれは遊べますよね、でね、ここであの段取りを覚えますよね、いろいろ、はい、あの自分なりの方法を編み出して、はい、でこれでさっきのストーリーモードっていうところをもう一回やると、はい、全然うまくなっている、すごくうまくなっているんですよ、さらに別のミッションに挑戦、ここには岩ピクミン以外の新しいピクミンが登場、でこれがまた今度の新しい羽ピクミンっていうんです。これ空中飛んでるんです。お前。って。でこれがなかなか優れもので、これはなかなかですね。水のところで赤はいけへんとこう、青が昔なら運ぶんですけど、はい、もういきなり空をバーッと飛びながら空中を物を運んでくれたり。これね、戦闘能力が低いんですけども、結構空飛んでるやつに攻めていったり、あと物を起こして空中運ぶので、これでもあとあとボスキャラになんか出てきそうですね、意味が、そろそろ呼び寄せた方がいいですかね、あ、そういうことですね、刺さってる刺さってる、すいません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 、そろそろ呼び寄せた方がいいですかね、あ、そういうことですね、刺さってる刺さってる、すいません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 、はいはい、もう結構いったか、なんかね、いっぱい作戦が出てくるので、はい、で結構それが楽しいんですよ、でこれが大体10分で全部クリアできるように作ってあると、はい、まあどこまで近づけるかっていう、あ、でも無理ですね、はい、ゼロっと、あ、ちゃんとやりたいここにあのビデオ再生ボタンみたいなのあるんですよ、今日の一日をずっといかに無駄な動きをしてたかも全部、もう全部残ってる証拠が残ります、これ全部やり込んだらすごいことになるでしょうね、ちゃんとやっぱり前進しつつ後ろもしっかり見れているっていう、前も後ろもしっかりあの守れているなっていうことですかねいや僕ね、そう宮本さん